シン・レソン&ヤン・セジョン主演、30ですが17です。放送終了を控え月日ドラマ視聴率1位をキープ写し、誠イコール SBS 放送終了を控えている SBS 月日ドラマ、30ですが17ですが、視聴率1位をキープした。18日、視聴率調査会社ニールセンコリアの集計結果によると、17日に韓国で放送された、30ですが17です。の視聴率は第29話が 9.8%、第30話が 10.8%、以下全国基準、を記録した。これは、11日に放送された第27話と28話の視聴率の 8.9%、10.4% に比べてそれぞれ 0.9%、0.3% 上昇した数値で、同時間帯で1位を獲得した。18日の放送終了を控えて、月日ドラマの1位をキープした。同時間帯に放送された KBS2TV 月日ドラマ、ラブリーホラーブリーの視聴率は第21話が 2.4%、第22話が 2.7% を記録。先月11日に放送された第19話、20話の視聴率 4.4% に比べてそれぞれ 2.0%、1.7% 下落した。MBC 月日ドラマ、死生決断ロマンス、第29話、30話は 2.3%、2.9% の視聴率を記録し、先月11日に放送された第27話、28話の視聴率 2.5%、2.8% に比べてそれぞれ 0.2%、0.1% 上昇した。